ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリア X パフォーマンスソニーエクスペリア X パフォーマンスはソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された第4世代移動通信システム対応のアンドロイド搭載端末である2016年2月22日にスペインバルセロナの携帯電話展示会 MWC2016 にてソニーモバイルコミュニケーションズより グローバルモデルが発表された。この時点で日本国内での販売も予告されていた。製品番号は、K8131、K8132、SO-04H、SOV33、502SO 50 SO。日本国内では、KDDI、沖縄セルラー電話連合と NTT ドコモ、ソフトバンクから発売されている。X パフォーマンスは、 日本国内で販売される最初のエクスペリア X シリーズ端末である。ソックが米クアルコム社のスナップドラゴン820に変更され、基本性能が従来機種から大きく向上した。電源関連では従来機種と比べてスタミナ面の強化が図られており、最大3日間の長寿命を実現している。また、バッテリーの劣化を遅らせる米クナボ社の技術を最初に、 採用した端末でもあり、従来機種と比較して、最大2倍劣化しにくくなっている。カメラ性能では新たに先読みオートフォーカスを搭載。被写体の動きを予測することによって、より正確に被写体を捉えることが可能となっている。さらに、フロントカメラは1320万画素にスペックアップ。広角なレンズも搭載し、セルフィーに最適な画質となった。 デザイン面では、背面にエクスペリアシリーズでは、初となる金属素材を採用しており、ホワイトとグラファイトブラックは、ヘアライン加工、ライムゴールドとローズゴールドには、サンドブラスト加工がそれぞれ施されている。しかし国内版である SO、SO-04H、SOV33、502SO では、電波感度の制約上、背面下部に樹脂製の部品が埋め込まれているなど、 一部仕様が異なる。このモデルから Xperia XZS まで NFC、フェリカポートの位置が従来の背面から前面上部に変更され、フェリカのロゴが印字されなくなった。Xperia X パフォーマンスフォーン、ソニースマートフォンズ、ありがとうございます。